わかったわ。でしょ。油断大敵。気を引き締めていくわよ。ディメンションイズレディ。やっ、キル、キル。この反応はまだ。そうか、え、気をつけて。ボスが現れたわ。視界が歪む。キラリッと。そうです。それ、そこね。はーっ、キラリッと。はっ、キル。視界が歪む。あの、まさか。気をつけて。余裕ね。ボスが現れたわ。キル、キル、やあ、余裕ね。やあ、それ、はっ、いけー、余裕ね。やあ、体がおかしい。もらった。はっ、いけー。いけー。
こんなことで嬉しいわ。また強くなったみたいね。もっと強くなるわ。ナウローディング。バッチリです。うん、わーい。私に任せて、しっかり覚えてちょうだい。準備できたわ。行きましょう。ディメンションイズネギー。それセイ、叩き潰す。はぁ、えい。ちょっとだけ休憩。それそれ、えい、そこ、いや、わーい、や、それ、それ、エターナルフォースブリザード、そこ、わーい、えい、それセッサユニット装着。セイ、そこ、セイ、うい、私より強い相手かも。逃がさねえ。セイ、やっ、シュレッド、手応えのある奴はいないのか。オールクリア。よし、クエストクリアだ。評価じゃねえか。やったぜ。もっと強くなってやるから見てろよな。ナウローディング。
みんなでやるとクエストも楽しいね。うん、クエスト楽しい。もっといろんなのやりたいな。ワクワク。第1弾よりみんな楽しそうだね。これは女神様が一緒だからかな。あの時は緊張しちゃって、今度はお姉ちゃんたちも一緒だから大丈夫だよ。楽しんでばかりはいられない。お姉ちゃんたちに引っ張ってもらうだけじゃダメよ。一緒にってことは、私たちが今まで以上に頑張らないと活躍してるように見えない。そっか、確かに私たちの活躍の場が減っちゃうかも。でも私たちの可愛さはお姉ちゃんに負けないし大丈夫。ちょっと違う気もするけど。そうね、女神候補生の頑張りは私がどんな些細なことも見逃さずに記事にします。もちろん活躍だけではなく、ユニさんのあられもない姿もしっかりスクープしますよ。ダメですよ、それは記事にしないでください。やっぱり記事になるんですか。きっと乗らないと思って気にしてませんでした。どうしよう、私も恥ずかしい。失敗しないように頑張らないと。ドキドキ。みんな気にしすぎじゃないかな。ベールさんぐらいじゃないと話題にならないと思う。ベールさんは別格だから参考にならない。お姉ちゃんを基準にしよう。勝負。お姉ちゃんが話題に上がるなら間違いなく私たちも含まれちゃうね。二人ともそんなこと言っていいのかな。私はなぜか殺気を感じるんだけど、気のせいだよね。まあまあ落ち着いてください。倫理規定とかもありますし、本当に際どいものは載せられないですから。載せれば売れるので載せたいのは山々ですけどね。なんだそうですよね。今までのものも含めてどうしようかと思いました。うっかり載せちゃったらダメ。万が一に乗ってもゲーム業界の人々は喜んでくれると思うけどね。そんなの困ります。うっかりしないでくださいね。ファミ通さんはまた余計なことを言う。皆さんが気にして力を出せなかったらどうする気ですか。でもうっかりなら、そう、うっかりなら仕方ないかもしれませんね。雑誌も売れるし、薄罰。いや、何を真剣に検討し始めてるのさ。ダメだよ電撃子さん、我慢しよう。こんなことになるならもっとベールさんと遊んで成長の秘訣を聞いておけばよかった。ナウローディング。面白そうなのが追加されたわね。うん、ナウローディング。ネプギアの記事良かったよね。リーダーだなんて私より目立っちゃって負けてられないね。もうそれは言わないでよ。私も恥ずかしくて緊張しちゃったんだから。さすが私の妹だね。おかげで私も鼻が高いよ。お姉ちゃん褒めすぎだよ。私はお姉ちゃんが活躍してる方が嬉しいからね。大丈夫だって、次はヌプギアと一緒だから。前より活躍できること間違いなし。そっか、私の頑張り次第でお姉ちゃんを活躍させることができるんだね。私たちの仲の良さと可愛さをアピールしようね。そうだね、一緒にもっともっと活躍してゲーム業界の人々に見せてあげよう。ナウローディング。
ナウローディング。ユニも頑張っているのね。もう候補生なんて言ってられないか。本当？お姉ちゃん、私女神として成長してるかな。本当よ。でもまだまだね。候補生の枠は超えつつあるけど、その先にはまだ女神が待っているわ。少し活躍したくらいで満足しているようだと、私にはいつまでたっても叶わないわよ。前回はまだ慣れてなかっただけで実力が出しきれなかったの。今回はお姉ちゃんと一緒だから近くで勉強できるし、これからが本番。そうね、前回は女神と女神候補生が別の記事だったけど、今度はみんな一緒の記事になるわ。つまり正面からの勝負ができそうね。考えようによってはお姉ちゃんとの勝負になるのか。一緒ってことで喜んでたのがバカみたい。絶対お姉ちゃんより活躍するんだから。それでこそ私の妹よ。手は抜かないわよ。ナウローディング。いいことがありました。うん、また今度ね。少し出かけなければならないわ。また難しいお話のネタ探し。ゲーム業界に現れる救世主メシオ。それは封印されし過去の話。難しい言葉と当て字。突然異能の力に目覚める、なぜかモテる主人公。表紙を埋める長いタイトル。すべて過去のものよ。今の流行は、そうね、ネットゲームの世界から帰れなくなった魔法少女が魔王と仲良くなって国を治める話よ。それとロムが言っているのはライフワークで、これから出かけるのは仕事。最近そんなに忙しいことあったっけ？取材の準備でもしてるの？そんなところね。準備は必要よ。クエストを知り、己を知れば百戦危うからず。覚えておきなさい。そんなのぶっつけ本番で大丈夫だって。私たちがお姉ちゃんの分まで活躍しちゃうもんね。それは楽しみね。それじゃあ行ってくるわ。お姉ちゃんに読んでもらおうと思った本が溜まってる。大盛り。私は二人で活躍した話、略してカツバナをしようと思ったのに残念ね。二人でカツバナしてもしょうがないし、こんな時こそルビー七不思議を解明しよう。ナムちゃん。うん、七不思議の一つ、キエルブラン。ドキドキ。お姉ちゃん探し。ナウローディング。面白そうなのが追加されたわね。ああ、ナウローディング。これで最後ですわね。記事のデータ化も終わりましたし、ゲームをしようと思うのですけど、私としたことがなんだか寂しいですわね。それもこれもネプギアちゃんの写真が可愛いのに実際に触れないのがいけないんですわ。触りたければ触りに行けばいいってことですわね。
ねプギアちゃん、待っててくださいな。たっぷり可愛がってあげますわ。ナウローディング。おっと、これは見逃せないな。わかったわ。うん。ああ。読んで理解してくださいな。徹夜だったせいか眠いですわ。自転車イズネギシレットスピア。
いいものを見つけましたわ。いっけー、こんな戦い方もあるんだ。スイッチ、今度私もやってみよう。ターゲットダウン。逃がしません。ジレットスピア、オールスピア。この勝利を皆に捧げますわ。当然の結果ですわね。すごい、力がみなぎってくる。ナウローディング。面白そう。はい、みんな待って、このクエストクリア条件が抜けているわ。うっかりしてたんですね。私はこのクエストクリアしてあげたいです。困っている人を助けるのが私たちの使命ですから。ちょっと、そこをうっかりで済ますの？そもそもこんなクエストが発生すること自体がおかしいと思うけど。何をすればいいのかわからないということよね。クリアできない可能性もあるわよね。何それ、クリアできないと活躍できないじゃない。でもクリアできたら大活躍になるのよね。依頼人も抜けていますね。せめて依頼人が分かれば調べることもできますが、ヒントはクエスト名ぐらいのようですね。別にいいんじゃない。なんだかんだ言いつつも私たちなら余裕でできちゃうと思うけどな。そうですわね。マップの構造、敵の種類と配置、さらには BGM の変化、ロードの長さ、フラグの気配、ヒントはいろいろなところから得ることができますわ。ベールさん、すごい。私には無理。ほろほろ。このまま挑戦するのも面白いとは思うけど、みんなで探せばヒントが見つかるかもしれないね。どうするの？